監視方向から見たカールスルーエカールスルーエは、第一次世界大戦時のドイツ海軍の巡洋艦。カールスルーエ急行型巡洋艦の一隻。第一次世界大戦勃発後大西洋で、通称破壊を行ったが、バルバドス攻撃に向かう途中であった1914年11月4日に、突然爆発が起き沈没した。1911年9月21日帰港。 1912年11月11日浸水。1914年1月15日収益。訓練などを行った後、巡洋艦ドレスデンと交代するためカリブ海へと向かった。カールスルーエはまずハイチのポルトープランスへと向かった。そこでドレスデンと合流し、カールスルーエ艦長のフリッツ・エミール・ルダカがドレスデンの艦長となり、 ドレスデン艦長のエイリッヒ・ケーラーがカールスルーエ艦長となった。カールスルーエはハバナへ、こう向かい、それからメキシコへ向かおうとした。だが、オーストリア・ハンガリー帝国がセルビア王国に戦線復刻したため、ケーラーはバハマで待機することにした。客船クローン・プリンツ・ビルヘルム。イギリスとの戦争が始まると、カールスルーエはまず8月6日に、 客船クローンプリンツビルヘルムと合流した。クローンプリンツビルヘルムを仮想巡洋艦とするために10.5センチメートル砲をカールスルーエから移し、続いてクローンプリンツビルヘルムからカールスルーエへ石炭などを移そうとしていた時に、南からイギリスのモンマス級装甲巡洋艦サフォークが現れた。カールスルーエとクローンプリンツビルヘルムは別々の方向へ逃走し、 北へ向かったカールスルーエをサフォークが追跡した。サフォークより早いカールスルーエは、サフォークを振り切ったが、今度は、軽巡洋艦ブリストルと遭遇した。二隻は放戦を行ったが共に命中弾は出なかった。カールスルーエは南東へ向かい、それをブリストルが追跡したが、今度もカールスルーエが振り切った。石炭の乏しくなったカールスルーエは補給のためプエルトリコのサンフアンへ向かった。 サンフアンの次は、ミレムスタッドで補給を行い、それからケーラーは、ブラジル沿岸で、通商破壊を行うことを決めた。通商破壊船でカールスルーエは、イギリス船17隻とオランダ船1隻、合計76,500トンを沈めるか捕獲した。途中からはケーラーは補給船を商船捜索に、使用した。イギリス軍による警戒が厳しくなり、また臨検した。 中立国の船により位置が通報されていると思われることから、ケーラーは現在の海域を離れカリブ海で攻撃を行うことを決めた。最初の攻撃目標にはバルバドスが選ばれた。11月4日18時30分、バルバドスへ向かっていたカールスルーエで大爆発が起き、環境より前が消滅した。この爆発で261名が死亡し、ケーラーもその中に含まれた。 艦の残りの部分も爆発から27分後に沈んだ。生存者130人は随伴していた2隻の船に救助された。2隻のうち1隻は自沈させられ、もう1隻のリオネグロは12月にドイツにたどり着いた。ドイツはカールスルーへの沈没を秘密にしたため、連合国は1915年3月までカールスルーへ捜索に労力を割くことになった。 カールスルーエで起きた爆発の原因は明確にはなっていない。ありがとうございます。